署名、歌川国貞と、歌川報告四代目、歌川報告とは、江戸時代末期から明治にかけての浮世絵師、紫式部源氏カルタ、花散里,里二代目国貞が、歌川国貞の門人、生は中里、後に岩立、幼名は正吉、後に聖太郎。号は、国政時代には、梅道、二代目国貞時代には、和ずとし梅長老、宝来者といい、 四代目報告になってからは、校長老、一要塞、蓬来者を使用した。武蔵国中川沿岸の大島村の農家に生まれる。天保七年国貞に入門し、家営三年に三代目報告の長女、鈴の婿となって、国政の名を次二代目、歌川国政を称した。同年観光の松邸金水作の合刊、うぐいすふんばい赤本のうちの書編と三編に、 和俊トシサイクニマ年三十歳の時には、合刊、足かがきぬ手染めの紫の十0辺と十一辺に、国政改め二世国貞だと、楽観している。これ以降、長編合刊の差し絵において、死、国貞の執筆の後を継いで活躍した。源氏元年に三代目報告が没し、その後明治三年から明治四年の頃に、三代目、報告を名乗った。また、 死の急遽であった亀戸に住んだ。国佐だ落っの時代、幕末から明治初期にかけては、源氏絵がほとんどであったが、芝絵も描いたり合作、五条落東街道にも参加したりしている。また、明治元年に描いた、東京源氏行きの明けの庭の戯れは、光氏の御殿の庭で、裸の次女たちがふざけ合っている図という、いささかエロチックな三枚続くで、この時点では、 幕末の雰囲気を脱していないが、その後には、東京名称、東京名称、女三36期戦のシリーズなどを出しており、蒸気戦やメガネ橋などといった作品も手掛けた。主として、役者絵、美人が、風俗画を描いたが、絵師としての腕前は死である三代目報告には、到底及ばなかったと評されている。去年58、改名は参考院報告受定新事。 門人に三代目、歌川国貞がおり、浮世絵師伝によれば、歌川国行も門下にしていたという、ありがとうございます。